鶏肉に憑依させていくんですね。皆さんたっぷりつけてあげて、あげます。はい、どうもリュウジのお兄さん、リュウジです。ということでですね、ただのリュウジです。3口しかぐらい飲んでない。これだけしか飲んでないんで、まだ全然知らなかったんですけども、年齢を重ねるごとにどんどん酒を飲む、いい傾向ですね。ということでですね、今回ですね、ほぼほぼシラフ、シラフとはっていう感じなんですけども、ほぼほぼシラフな僕が作る至高シリーズでございます。今回作るワンダラスで酔っ払ってんのか。至高の鳥天でございます。鳥天というとですね、九州の方の大分が有名ですね。今回ですね、鳥天の作り方非常に邪道になってます。何が邪道かっていうと、衣が邪道なんですね。いやいやいや、もう鳥天こんな作り方しねえよってみんなめちゃめちゃ怒ってください。もうこういうの大好きなんでね、はい、邪道な作り方大好きなんで、でも食ってみてください。でも怒った後に食ってみてください。最高に美味しいです、この鳥天は。マジでうまい。自信がある衣に仕上がってますので、これをどう作っていくか、じゃあチェケラーっていう感じでですね、はい、じゃあやっていきましょう。リュウジのバズレシピ。じゃあ今回で鶏肉使います。鶏肉、まあ鶏天なんでほとんど鶏なんですけども、鶏を 350g で、あとニンニク1かけ、あとね、添え物にレモンがあると、生のレモンが ぜひおすすめ。まあなければコンクのレモン汁でも大丈夫です。じゃあもうそこやっていきます。これ簡単なんでね、至高の鶏天だけど、まずですね、ニンニクすりおろすとき、僕いつもケツから切ってたんですけども、最近ねどっかで見たんだけど、これ先っぽ切るじゃないですか。先っぽ切ってこうやってね、むいていくんですよね。先っぽ切ってからむいていくと、これがね持ち手になっていいっていう風に聞いたんですけど、全部取れちゃった。まあそれはできるのとできないのがあるっていうことですね。そしたらニンニクはもうこれ置いといて、もうね次ね胸肉で、これ常温に戻しておくといいです。で、常温に戻しておく時間がない方は、冷たいままですね、電子レンジで、数秒、10秒とか20秒とかで大丈夫です。はい、やってみてください。これを切っていくんですけども、切り方ね、1.5 センチ幅でよく切れる包丁を切ってください。だいたいこれぐらい、 1.5 センチ、これぐらい、これぐらいの塊ですね。この厚さがね鶏天ポイントでございます。で、垂直でいいです。これはそぎ切りとかしない、垂直で大丈夫で、肉も叩かない、これが一番。そしてボール出すのめんどくさいから、もうここに、ね、置いちゃいます。で、ここに調味料、白だし、僕使ってるの山巻です。これね、この間知ったんですけど、これね、みつかんとかの白だしだと濃いんですよ、かなり。たまにめちゃめちゃしょっぱいする龍さん、こんなもん食べれるんですかって言われるレシピがあるんですけども、大体白だし使ってるんですよね。山木さんのはね、100ml あたり 10g の塩分なんですよ。 10g の塩分で、これ三つ缶さんとかだと 13g の塩分なんで、それの違いだと思います。だから三つ缶とかを使う場合は減らしてください。それで対応できると思います。で、お酒でーす。はい、これですね。まずニンニク、これ1かけ分ね、全部入れちゃいます。ちょっとね、スパイシーにね、仕上げたいんで、はい、これぐらいですね。で、ニンニクって大体1かけ分ね、5g ぐらいなんですよ。だから、それと同量の生姜を入れていきます。これね、材料紹介の時言わなかったね、生姜ね。生姜ねえな、っていうね。やめましょう、こういうの。しょうがないよ、もう。おじさんだからね。料理のお兄さんと言ってるけど。34歳ですよ、もう。来年アラフォー。悲しきお兄さんです。ということでですね、生姜。はい。こんな感じですね。削っていきましょう。で、こいつはですね、もう一緒に揉み込むと。でね、もういい感じで塩分も入ってますから、これね。で、このね、だしのうまみと、お酒のうまみ、ニンニクのパンチと、いろいろな香りをですね、鶏肉に憑依させていくんですね、皆さん。こんな感じでございます。数十分、常温で。はい、つけておきます。これで常温に戻すから、最初は冷たくていいわ。20分はつけたいですね。はい、20分つけましょう。この後はこういうね、小さいフライパン、サラダ油、だいたいね、1センチぐらいでいいです。火をね、つけておきます。だいたいね、中火ぐらい温めておいてください。で、その間に20分ぐらいつけましたんで、ここにですね、今回の一番肝になるですね、この衣ですね。基本的に天ぷらってなんかこう卵を入れたりとか、冷水につけてやらなきゃいけないとか、いろいろあるんですけども、僕の鶏天はちょっと、ね、違うんですよ。分量がね、物自体が違うんです。粉だけでやるんです、僕は。で、薄力粉が大さじ3杯で、片栗粉がね、大さじ2杯なんですよ。天ぷら粉というよりはフリットの粉なんですよ。実はね、これはね、和風の鶏肉のフリットなんですよ。なんですけど、食ったら鶏天ですから。ここに炭酸水で、こいつをですね、大さじ4杯、まあだから 60cc ですね。4杯でーす。はい、お塩ですね。お塩小さじ4分の1で、そしたら手早く混ぜます。これで、これなんで炭酸水入れんのっていう話なんですけども、
炭酸水を入れるとですね、この混ぜた時に生地に気泡をもたらしてくれてですね、めっちゃサクサクになるの。めっちゃサクサクになるのよ。ちょっとテンションおかしいですけども、よーく混ぜてあげてくださいね。なるべくね、あの気泡が、ま、残るように。そしたらですね、これ中火にかけて、もう上がる温度になってます。これそしたらこの鶏ペタッとね、はい、両面にたっぷりつけてあげて、このまま揚げます。両面たっぷりたっぷりつけてあげて、揚げます揚げます揚げます。で、油はね、十分温めておいてくださいね。これで揚げたね、鶏って最高にうまいから。皆さん、しかもね、これいいとこはね、コツがいらないんですね。卵が何対何とか、なんかあの冷やしながらやらないとか、全然そんなんいらないです。ぜ誰でもサクサクになります、これ。そして皆さん、余った炭酸水なんですけども、こうやって再利用、フードロス撲滅なので、僕はこうやって蓋、静かにこうかんましてやると、なんかね、ここで背徳感がいいですよね。そしてですね、ここら辺はね、剥がしてあげて色づいてきます。そしたらね、ひっくり返してあげる。これ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 、いい上がりだよ、これ。で、両面揚げていきます。あの、この衣で揚げるとね、胸肉もめっちゃ柔らかいの。コストパフォーマンスもいいんですね、胸肉だけで揚げられるんでね。もちろんね、もも肉でやっても美味しいです。でもね、これね、胸肉でやった方がびっくりすると思う。すげえジューシーだから。全体がカラリカラリと揚がっていきますんで、胸肉なんでね、あんまり火通しちゃうと硬くなってしまいますんで、両方が揚がったらですね、こうやってね、立ててあげた方がいい。そうするとね、油早く切れます。ここで伝ってね、伝って下にね、油が落ちてくるんですよ。残りも揚げていきます。これがね、ちょうどね、1枚分が使い切れるよ。このね、作業はね、手早くやっていただくといいですよ。大きいフライパンでやっていただいてもいいんですけども、あんまり一度に量入れちゃうとフライパンの温度が下がってしまいますんで、だいたいね、1枚肉は2回ぐらいに分けた方が僕はいいと思います。これでやるとね、油少なくてもカラッとめちゃめちゃ美味しく揚がるんです。そしてつけダレがこうふわっとこう香ってくるんですね。この生姜とニンニクのふわっとした香りで飲めます。鶏天が至高になるの、僕が至高になっちゃいますよ、これね。あの、実はですね、料理って8割は鼻で食べてるって、こう嗅覚で食べてるっていう風に皆さん言うんですね。だから皆さん、鼻つまんでご飯食べても全然美味しくないでしょ。香りで僕らはね、あのご飯食べてるんですね。だからこういうニンニクとか生姜とかで香りをつけるとか、この新品の油で、あのいい油の香りをつけるとか、そういうのってすごく大事なんですね。はい、ほら、料理研究家っぽいこと久々に言いましたよ、皆さん。ちゃんと録音しておいてくださいね。あ、いいですね、いい上がり具合ですよ、第2弾も。じゃあですね、両面がこうカリッと上がっていきましたら、こいつは揚げていきましょう。いやー、うまそうに揚がってますね、これね。最高に揚がってますよ、これ。もう本当に至高の揚げ物はね、もう僕は食べるのがね、本当にね、楽しみなんですよ、これ。はい、じゃあね、盛り付けていきます。じゃあちょっと形のいいものこう、こんな感じで、で、レモンを添えていただいて、で、残りはスタッフが食べますので、はい、こちらで至高の鶏天完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。たまんねえぞ、これ。これですね、おすすめがレモンと塩です。これレモンちょっと垂らしていただいて、お塩ちょっと、お塩の振り方好みですから。じゃあこのカリッとしてる部分をいただきます。柔らかうまっ、とんでもなくジューシーですね。香りがめちゃめちゃいいですね。ザクザクのね、このね、衣がいいんすよ。胸肉で一番うまい料理これだろ、これ。衣をまとわせて強めの油で、あのさっと揚げてますんで、中がね、ジューシーなんですよ、これ。そしてですね、これ、まあ塩とレモンで食べるのが僕一番うまいと思ってるんですけど、これもう一個あるんですよ。これね、白だしを大さじ3のお湯で1対3の割合で伸ばしたのは、これがね、一番合う天つゆなの。あ、やばい、天つゆもうまいな。天つゆ使うんであれば大根おろしとかね、あってもいいかもしれないですね。なんでさ、至高シリーズってこんなうまいのかね。本当に自画自賛する。ダブチャンス。じゃあ、てつや。はい、てっちゃん天つゆかな。天つゆで。天つゆでいただきます
サクサク感やばい。サクサク感やばいじゃん。びっくりした。揚げてちょっと立ってるから、もうしなっとしてるかと思ったら。これなんでサクサクしてるかって言ったら、片栗粉と薄力粉を混ぜてるからなんですね。さすが。天ぷら粉だけだとサクサクしないんですよ。天ぷら粉ってそもそも薄力粉だけで作るんだけど、うん、薄力粉だけだと時間経つとすぐしなっちゃうんで、コツがいっぱいいるんだけど、片栗粉を使うとコツいらないんですよ。誰でもサクサクにできる。いやマジ。天才、うん、でしょ、うん、ちゃんと仕事しますから。私飲んでだけじゃない、飲んでだけじゃない。さすが料理研究家、天才料理研究家。いやそうそう上がるぜ。はい、じゃあございます。はい、てっちゃんも絶賛。今回俺の大好物だから半分食べてしまいました。白だしの天つゆって皆さんあんまりやってないじゃないですか。これめちゃめちゃ合いますから、今回はですねフリット形式でやりました。このね炭酸水が入ってるからこのサクサク感なんですね。薄力粉と片栗粉のこの配合、これが肝でございます。皆さんこの鶏天は本当におすすめで、ぜひレモン塩と天つゆ両方用意して2つの味を楽しんでください。そして傍らにハイボール、日本酒とかですよ。そうよのうということで、皆さんぜひやってみてください。昨日ね家族で飲んでたんですよ。でうちの家族本当に酒がないと集まんないので、行ったら必ず酒盛りになるんですね。とにかく酒が長いっていうね。明日ゴルフがあるとかうちの言ってたんですけども、明日ゴルフがあるんだったら早く帰れよと思ったんですけども、結局12時まで飲んでたっていうね。はい。